野崎チャンネル、ちょっこんにちは、ドラト通信簿中日へ。まあ今年ね、はい、まあ、最下位と現状ね、はい、というところで、まあ、佐々木の予想が当たりますねっていうね、はい、前年も含めたねドラフトをチェックしていきましょうというところで、はい、昨年のね、うん、ドラフト総評価中日編、素晴らしいドラフトだった、ね、うん、上位即戦力投手、二遊間の選手を取って、高卒の捕手も取ったというところで、まあ、その前の年がねブライト、鵜飼、石森、宮で星野、福本っていうところでね、まあ、外野手を多めに取ったというところで、まあ、それでね、阿部兄弟が結果的に抜けたというところで内野手を厚めにしたいっていうね、はい、ところではその編成上ね、うん、その選手が活躍するかじゃなくて、うん、そのポジション上を埋めるところでは非常に良かったんじゃないのかと、はい、で中日の弱い原因は中間層の空洞かと、うん、30歳前後のレギュラークラスっていうのがいないと、うん、で先発に若干空きがあるから中地が頑張れば入れるかもっていうところでね、はい、まあ、ドラフトに、うん、なってきましたけど、まあ、昨年の、ドラフトでも、ドラゴンズね、はい、立浪監督欲しい投手ね、中地投手でね、抽選なしで取れたのは大きかったと、うん、で12球団終わるまでドキドキしながら見ていたと、で描いてた選手で指名できなかったのが日本航空市川の内藤豊選手を3位で取れなかったのは残念だけども、内野4人指名は二遊間は豊富な時に取ってこないといつ出てくるか分かんないから、それを取れたのは良かったと、はい、でバランスは非常にいいと、ドラフトとしては100点でしたっていう、ね、おところを言ってるんだけども、はい、まあ、そのね、まず去年のドラフトを評価していきたいんですけども、はい、まあ、中地ね、レイヤ投手っていうところで、まあ、1回ね先発した時にいきなりねちょっと痛めて、うん、降板してっていうところになりますけども、まあ、ここまでね、5試合登板5先発、防御率 6.95、 1勝4敗っていうところになりますけども、今結構ローテーションとして、まあ、守って投げてはいますけど、うん、まあ、評価としては、はい、変化球の制球が悪すぎるっていう、まあ、前回ね、まあ、今日8月25日だけど、うん、まあ、前回の登板の時でも、うん、スライダーカットボールっていうところでストライクが取れないで、うん、もう真っすぐツーシームオンリーみたいな、うん、でそこをヤクルト打線にボール先行でストレートを狙われてっていうところで、うん、なってくるんで、まあ、いいストレートね、ツーシーム投げてるから変化球の精度、うん、もうこれだけ上がればもっといいピッチャーになれるんだけども、はい、この変化球の精度っていうところが、まあ、ここからどうなるかなっていうね、うん、ところで今で2位がね村松選手ね、はい、うん、もう今ね1軍で試合に出てるっていうね、ほぼまあ今年、うん、そうだね、はい、うん、ところで、まあ、2割3厘、うん、ね、ホームラン一歩、はい、まあ、なかなか厳しいね、いいとこで打つんですよ、いいとこで打つこととかもあったんですけど、さよならも2、3回今のね、はい、日本の評価対象の中で俺は今の袴田さんの発言が一番ダメになっていってると思う本当ですか、うん、もう私親心なんでちょっとそのね、いい選手はいいんだよ、でもたまに打つぐらいじゃん、はい、でもそれをいや、いいですよねってみんな言うんだよ、でもプロ野球で一番大事なのは、うん、コンスタンスで、ね、結果の残せるかどうかは勝負なんです、そんなもう、はい、ポーンって結果残せないようなやつは、うん、それはプロ入ってきてないんだよ、はい、それ一発の能力があるのは分かってるんだよ、うん、それをコンスタンスに出して1年間アベレージで戦えるかどうかがプロ野球では一番大事なところであって、うん、はい、それは10日に1回とか1週間に1杯ぐらいいいところで打ったりとか長打だったらそれはいい選手は間違いないんだでもそれでいいっていう評価は俺はもうダメやと思うんだよ、いいとは言ってない、うん、だからそれをもうね、はい、それだけを取り上げるんじゃなくてもうここは厳しくそんなんじゃダメやって言っていこうっていうね、でね、こう言った時に、はい、佐々木お前はどうなんやと、はい、お前一軍出始めたの5年目ぐらいからやないか、はい、いやだからクソでしたよって言ってんの俺は、はい、その時に、はい、うん、もし俺が佐々木チャンネルやってて、はい、佐々木っていう選手がそれだったら全然やろ、もうこれ使えんやろと、うん、打撃が俺で入ってきて、うん、これじゃあまあ1、2年ずっと怪我してたっていうのもあるけども、はい、全然即戦力ちゃうやん、うん、評価は D ですとかってね、はい、で言われたんですね、言ってたんだ俺はね、はい、だからそれはもう仕方ない、でもこう一例だけだから、うん、ここからこの村松選手はね、はい、もっとすごくなっていくかどうかは、うん、ここから彼の頑張り次第で、そうですね、この一例だけドラフト前の評価を、うん、と皆さんの評価を一例だけで判断すると、うん、まあ、これはまだまだ寂しいよね、いやまあそれはそうですよ、正直ね、うんうん、スタメンもね時もありましたけどやっぱすぐ落ちましたからね、で、ドラフト3位森山投手、阿南光から徳島県、うん、これも怪我もあるし、まあ、高校生だからね、はい、高卒ですよね、うん、高校生っていうところで、うん、2軍ではね4試合投げて 3.13、 4先発、はい、クオリティスタート2回、うん、もちろんもうそこそこいい感じで来てんちゃう、だからこれぐらい欲しいよね、はい、やっぱりその高卒だからって言って投げないより、うん、まあ、多分怪我してなかったらもうちょっと投げてると思うんだよね、投げてます、ね、はい、だからやっぱ高卒でも定期的に
毎試合、ね、ローテーションじゃなくてもやっぱこういう育成プランは俺はいいんちゃうかなって正直思うよね、はい、で山浅さんキャッチャー、うん、これはまあ未来にね、はい、向けてでしょ、うん、高卒出身ですかね、結局高卒で、まあ、1軍で宇佐美も取ってきたし、うん、でも1軍で2打席立ってるんだよね、おで2軍で1割並ぶ、はい、ちょっとバッティング頑張るだからな、うん、でも1軍に上げてもらってるんですね、ねえ、で続いて、浜、はい、翔之助独立リーグから、あ独立リーグからか、うん、1軍じゃミス出場、2軍で1割9分8厘、これもだいぶ頑張んなきゃいけないね、2軍で1割だって、うん、まあ、でもドラゴンズも2軍もちょっと連敗街道真っ白なんだもんね、ちょっとやばいんだもんね、あ そ, う、まあ、そうなんですか、うん、なんとかさんっていう人が2000年以降で1軍も2軍も一番弱いってなんか、あ赤水さんね、あそう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 で、田中美希は、はい、怪我したのがね、これがちょっとドラゴンズにとったら想定外だったからっていうね、はい、で、福永序盤めっちゃ出てたけど一気にスタメンからね、そう使われなくなったっていう、はい、2割4分7厘、うん、ホームラン2本、途中めっちゃ良かったけどな、はい、でもなんか守備がっていう声もあるんだよね、だからまあそこら辺がね、まあ、89試合出場2割4分7厘、まあまあ新人としたらまあまあ頑張ってる方だと思うよ、はい、で最初こう村松か田中かみたいなところで、うんうんうん、それを抜いて福永選手出てきましたからね、そうっていうところでね、まあ、26歳っていうところもね、うん、はい、年齢で、まあ、今年だから27歳の年ってことだもんね、うん、だまあそれはもう一発ね、他は大学生だからね行きたいっていうところもあるけども、はい、まあなかなか苦しかったね、うん、チームとしてはそうですね、うん、そのね中瀬選手もまあ期待通りの活躍即戦力っていうところにはならなかったし、うん、村松田中っていうところも、まあ、もう一つね、うん、まあ田中選手は怪我っていうところもあるけども、ちょっと期待値はちょっと超えられなかったし、まあ、福永選手頑張ったっていうところで、はい、まあ、まあ1年間ね頑張るのはなかなかね、きついところもあるけども、はい、その前のねドラフトが、うん、2021年、はい、ブライト鵜飼、石森宮、星野福本、評価は D です、はいってなっちゃうよねこれ、そうですね、でも構成上は良かったのよ、はい、構成上は、うん、右の外野が欲しいと、うん、そこで1位2位やと、はい、いうところでね、構成上は非常に良かったのよ、うん、でも期待通りには働いてくれないっていうね、ブライト選手、向井選手も今年もチャンスって結構ね、うん、でも結局よ、現役ドラフトできて細川が全部重なったから、そうですね、で大島が休む時は今トレードできた川越とかが出てるわけでしょ、うん、あとは代打に後藤俊太とかね、はい、加藤翔平がいたりとか、うん、細川選手がハマりましたからね、ブライト向井ちょっと立場上めっちゃやばい状況やな、うん、っていうか一歩間違ったらこの2021年のドラフトめっちゃ頑張んないと、はい、正直なかったことにされるぞ、しかもこの時の中日大田監督、将来的にも長打力のある野手を揃えられた、当初はもう一人と考えてましたが100点満点じゃないですかね、理想通りのドラフトができました、変装の方たちが時間をかけて探してくれた選手を指名できました、うん、ちょっと悲しく聞こえるよねこの今頑張んないと、まだ2年ですか、うん、まだそうだね、うん、そう、まだ2年なんです、100点満点ですって言ってますから、与田さんね、100点満点、理想通り編成の方たちの時間をかけて探してきた選手、はい、編成の人たちの思いも全部込めて取れた、はい、です、はい、嫌だろうな俺にこんなこと言われると、本当ですよね前言ったこと掘り返されてその当時はそう思ったんですもん、だってすごくない、だってもう2021年の新聞まだ持ってんだから D だとしても、そうそう、来年上がるかもしれない、そう A にもそう S にもね、はい、それもう全然その時だって D から S になってるんだから、はい、それはもう今の現状を言ってるだけだから、ね、未来は分かんない、俺未来を否定してるわけじゃないから、はい、危機ですけどどう変わってくるか分かんないですからね、うん、そうそうそう、でもやっぱドラゴンズはさ、まあ、去年も多分言ったと思うけども、この2011年あたりから2017、18ぐらいまでの野手をほぼほぼドラフト失敗してんだよね、うん、正直で、これやっと2019年の石川岡林っていうところが、あ、いいですね、もうやっと出てきて、うん、で20だった今、まあ、リューク、うん、まあ、ちょっと俺は物足りないけど、もうちょっと厳しくチームとしてはした方がいいんちゃうかと思うけどっていうところが来ただけにね、はい、でまあ、今年の村松とか田中とか福永とかがね、うん、今後どうなるのかっていうところではちょっとドラフト上ね、2010年ぐらいから2018年ぐらいまでのこの約10年弱の間のドラフトが、うん、ちょっと特に野手に、まあ、その木下とかいるけどね、はい、まあ、安倍とかもう京田とか出しちゃったしね、うん、2015年ドラフト、まあ、全体的にいいですね、そう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 、ちょっと野手がね、野手そうですね、うん、しかも今年はねこの育成ドラフトで松山の野中樋口っていう、松山もうリリーフだよね、はい、うん、これ多分ライデルいなくなった時の未来の守護神やな松山は、はい、このままもし行けばね、うん、
それぐらいこのね中日の育成っていうところではこの松山がね、松山が一番活躍してるよな、このドラフトの中で、はい、1年間でいうと、はい、っていうぐらい松山選手はいいっていうところと、うん、まあ、ドラゴンズはやっぱりこのね野手がなかなかってところで、まあ、19年からのね石川岡林が出てきて、うん、で細川っていうところで、まあ、去年のドラフトで取った選手たちがどこまでこう成長してカバーしきれるかで、うん、未来のドラゴンズは変わってくるな、はい、正直ね。そうですね、この 2,3 年前の人たちがいい分この去年のとかが伸びてきたらチームとしてどんどん強くなってきそうですよね、うん、で大島がね2000本まあもう打つだろうし、うん、はい、もう多分この出る頃には打ってるだろうしね、はい、でその時はまあもう晩年だからそこ誰か入れなきゃいけないといったところで、うん、まあ、外国人か、はい、もしくはブライト海とかがすごい成長してくれて、うん、まあ、万難みたいに、ね、はい、なってくれるとブライトとかもねいい感じで埋まってくるから、うん、だからやっぱ去年今年のドラフトの人たちがどこまで戦力を上げて、はい、レギュラークラスに、うん、あと球界を代表する選手に野手としてね、うん、なれるかどうかが多分ね、はい、中日の未来を背負ってるからかなり大事になってくるんじゃないのかなって思うね、うん、はい、まあ、その中でね去年のドラゴンズのドラフトの1年間の評価は、評価 B です。おお、 B か、まあ、松山はねもう今もうね核になってる、ね、うん、育成だけども、でまあ福永村松っていうところがもうちょっと頑張ってほしいかなって村松とかはあるけども、まあまあいい形で見せてて一軍にはいたという、うん、まあ、中地もまあ課題はあるとはいえね、まあいい形でここまで、まあもうちょっとのところもあるけどね、初勝利はありましたしね、田中が怪我っていうのもあるけども、はい、まあまあ B かなっていうね、うん、ところは、これがもし C だったら A なんて多分つけるところなくなっちゃう、そうですね、はい、っていうところなんでね、うん、この課題をね、ここ最近のドラフトの課題も含めた今のチーム事情を含めてね、はい、また13回目以降にね、はい、戦略は練っていきたいと思います。はい、はい。